11時10分です。こちらにはアーティストの方を待っているお客さんたちがかなりたくさん列を作っています。1月2日午前7時過ぎ、セントレアの到着ロビーには韓国語のボードやうちわを持ったファンが。そして歓声が上がっています。今パクソジュンさんが到着したようです。韓国の超人気俳優パクソジュンさんが到着。セントレアが歓喜に包まれました。本当に実在するんだと思って、もう本当に大興奮で、もう何秒か止まってくれたので、もう肉眼に焼け付けました。世界的にヒットしたドラマイテウォンクラスで主演を務めたパクソジュンさん。今回は K-POP などのアーティストが集まるイベントに出演するため5年ぶりに来日。会場となったバンテリンドーム名古屋には世界中からファンが集まりました。年末にずっと家で作って1週間ぐらいなんかずっとちょこ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 、ちょこ、ね、徹夜で作ってる、お目当てはパクソジュンさんですTYT のボムゲ君です。スビン君です。ご家族の皆さんに影響されて、そうですね。Oh, I'm from Taiwan. いや、今声かけられたんですよ。かわいい、ね、かわいいね。He's top star. He has a lot of fan in Taiwan.午後1時、いよいよステージにパクソジュンさんが登場です。お久しぶりです。パクソジュンです。무대선적이처음이어서생각보다너무긴장이되고너무설레이는마음에왔고요이렇게많은분들을정말오랜만에이렇게만나뵐수있어서너무영광이고좋은시간되셨으면좋겠습니다오요소40분의스테이지에서이태원클래스의撮影秘話を話したり、ファンからの質問に答えたり。ちなみに差し入れは味噌カツだったそうです。最後はトロッコに乗ってドームを一周。およそ3万5000人のファンが熱狂しました。もうめっちゃいい年になると思います。今年の目標は韓国に行くことなので楽しめたらいいなと思います。저는정말오랜만에오게돼서더군다나새해이렇게되자마자와서이렇게여러분들을뵐수있게돼서너무나영광이고드라마도촬영하고있는게있어서2월달부터다시촬영에들어가서올해는정말정신없이바쁘게보내지않을까싶습니다2023년의오정月名古屋に笑顔の花が咲きました。